こんにちは。これから、アビーのカスタムスピリチュアルペインティング、カスタムスピリチュアルペインティングのふみさんのペインティングのチャネリングの日本語翻訳を始めたいと思います。ゆっくりとゆったりと座って、ぜひ、楽しみながら聞いてください。ふみさん、こんにちは。私は今あなたのペインティングをあなたに見せたくてこのビデオを録音しています。このペインティングはとっても特別なものであり、そして私が今まで描いてきたペインティングとは全く違っています。これがその絵です。あなたの絵は水の中の海藻に包まれた女神様の絵です。この女神様は驚くほど美しく、驚くほど豪華な、ゴージャスな女神様です。この女神様は水の中の生命体なのでしょうか。私自身も初めは信じられませんでした。このキャンバスの上に自然に現れていくこの水の精の姿に信じられませんでした。この姿を把握するのには長い時間がかかりました。信じられるかどうかは分かりませんが、このキャンバスに現れている一つ一つの魚やラインが次々に自然に現れていきました。このキャンバスに一番初めに現れたのがこの女神様です。そして次に水の中の世界のような背景が周りに生まれ、そして魚たちが現れました。この女神様がすべてのこの絵の中心となり、とても強調されています。彼女の周りにいる魚たちが次々と自然に彼女を囲むようにして現れました。彼女はこれらの魚と一緒にいる女神様のようです。他の魚たちも次々と彼女の周りに現れていきました。これはとても詳細なイメージで描かれ、そして私にとっても驚きでした。この絵を描くのは少し難しいようにも感じられました。この絵からのメッセージは、何か難しいと初めは感じられても、集中し強い意志を持って取り組めば、何かとても美しく特別なものを具現化できるというメッセージがこの絵には含まれています。私は今までで一度も水の中のスピリットや水の中の背景を描くようにとスピリットの世界に導かれたことはありませんでした。この絵が私の人生の中で初めて描いた水の中の世界です。そしてこの絵を私はとても愛しています。アンダーウォーター、水の中、水中の世界がとても素晴らしく感じます。私は普段はガーデンはフラワー、森の背景などをよく描いていました。そしてこの水の中のガーデン で海藻があって、魚がいて、女神様がいる背景は私にとっても特別なものとなりました。この絵の中にいるみんながとっても幸福そうであることに気がつきましたか？この小さな魚たちはそれぞれに皆自分の小さな世界にいるようです。でもこれらの魚たちはみんなとっても幸せそうな笑顔を向けています。向かって女神様の左側の魚も女神様の髪の毛で隠れてしまっていますが、実は笑っているのです。そしてこれがあなたのペインティングです。とってもワクワクした感じがします。あなたはこれから独立してクリスタルのビジネスを始められると聞きました。それは本当に素晴らしいことだと思います。あなたにとって最高のことだと思います。それは本当に素晴らしいことですね。それは本当にあなたが本当に何をしたいのかと自分に問い合わせ、そしてあなたの心が望むことの一歩を実際に勇気を出して踏み出すということだからです。どれだけの人々が例えばビジネスを始めたい、クリスタルのビジネスを始めたいと思っていても、実際に行動に移すことができるでしょうか。本当に人々が何かをやりたいと夢を見ていても、実際にそれを行動に移すということができないでいるのがほとんどなのです。
でもあなたはそれを実際に行動に移す準備を整え、大勢の人々よりも一歩先に歩み出したということなのです。それはとても喜ばしいことです。ふみさん、それでは私はここでリラックスしてこの絵へのチャネリングを始めます。そしてこの水の中の女神様が何をシェアしてくれるか一緒に調べてみましょう。深呼吸をしているのを感じます。大きく息を吸って、そして辛抱強く待っている感覚を覚えます。若い女性または少女が地下鉄の中または長いバスの中にいるようです。彼女は一つの座席に座っています。これはやっぱりバスではなく地下鉄か電車の中のように感じます。彼女は待っています。ただじっと待っています。ここには彼女以外には誰もいないようです。この地下鉄または電車は一体いつになったら発車するのでしょうか。いつになったら動き出すのでしょうか。彼女は別に待っていることには苦痛を感じていないそうです。いないようです。待つことには問題はないようです。人生の中には時々待つことを共有される時がありますよね。また彼女はこの電車の中でたった一人でいることにも気にはしていないようです。彼女の膝の上には何かカバンのようなものが置いてあり、彼女は指をひっきりなしに動かしています。ただじっと待っているような仕草です。そして彼女は立ってそこを去るべきかどうか思案しているようです。彼女が待っているこの間、私はこの周りの光が少しずつ薄暗くなっていっていることに気がつきました。そしてこの電車の外の電気は完全に消されたようです。そして同時に電車の中の照明も薄暗くなり、それはまるで終電が終わりましたと伝えているような感じです。今晩はもうこのラインは閉まりましたというようなメッセージのようです。でもあなたはまだこの電車の中に座って待っているようです。そしてあなた自身がこの電車を運転するべきかどうか、この電車をあなた自身が運転するべきかどうかを試案しているようです。不可能なことをあなたができるかどうかと実行しているようです。果たして彼女はこの電車を動かすことができるのでしょうか。果たして彼女はこの電車の運転手となることができるのでしょうか。これはとっても大きなことです。あなたの霊的なる環境にはとても普通では不可能だと思われるような筋書きが繰り広げられています。あなたは電車が動き出すのを辛抱強くまだ待ち続けています。そしてやがてこの電車の中には誰一人あなた以外の人はいなく、そしてこの電車は一人では動き出すことがないということをやっと悟ったようです。そしてあなたにこの電車から立ち去ることを周りのエネルギーは一生懸命あなたに伝えています。でもそれをあなたはまだ聞こうとはしていません。あなたは言います。誰もこの電車を運転して動かしてくれないのであれば、私が運転して動かしてみせましょう。私はこの電車を降りません。そして私の目的地へ何としてでもこの電車で向かうつもりです。それは素晴らしいことのように思えます。あなたが自分で強い決断をしているのです。何か大きなものへと歩み出そうとしているのです。でもまだ彼女は立ち上がろうとはしません。まだ彼女は行動には移そうとしていません。ただ実行しているだけのようです。試案しているだけのようです。彼女はとっても頑固です。そして彼女は断固として電車を降りようとはしていません。また彼女は明日までみんなが人々が戻ってくるまで待つべきなのだろうかと考え出しました。でもやはり待つのは嫌みたいです。そしてこのシーンのエネルギーは突然変化しだしました。すべてが変化し始めました。そしてこのシーンは私たちを人間の世界から引き離し、スピリットの世界、スピリチュアルな世界へと導いています。もう今はこの電車は人間界にある電車ではありません。スピリットワールドにある電車のようです。スピリチュアルな電車です。この違いを私ははっきりと感じることができます。そしてその世界は暗く、何もないような空虚なスペースです。あなたは
あなたは暗く空虚なスペースにいる必要など本当はないのです。スピリットワールドはあなたが望めばどこにでも瞬時にして行くことができるのです。ただそれを選べばいいだけなのです。ただどこかに行きたいと決めるだけで瞬時にしてそこに行くことができるのです。沈黙があります。すべてがどんどんと暗く深くなっていくようです。あなたの中と、そしてそのスペースの中のことです。それはまるで深海のようです。深いスペースですが、水はここにはないように感じます。それは単なる空虚なるスペースです。空虚な空間とは、それでは一体どんなものなのでしょうか。すべてが単に真っ黒なカラーで覆われているのでしょうか。そしてまるで全く何も見えない空間なのでしょうか。そしてそこにはあなたのエネルギーが満たされています。そのスペースの中はとても深いあなたの切実なる願いのエネルギーで充満しているようです。そしてそこにまるで深い海の底にいるようなエネルギーを作り出しています。この電車自体が突然魚に変化していってるようです。そしてあなたは魚の中から出てきました。出てきているようです。そして今度は人間のような姿で海の底を放浪しているのが見えます。海の中が空っぽのように感じます。魚たちもどこかに去ってしまって周りには誰もいないように感じます。この深く暗いスペースの中に私のために何が待っているのでしょうか。私以外にこの深い暗闇の中に何があるのでしょうか。あなたは海の最も深く暗い海の底にいるような感覚に思えます。でも不思議と水を感じることはできません。これ周りは 水ではないようです。それでもあなたはさらにもっと深くへ、もっと奥へと探求しようとしています。これ以上どれだけ深い場所に行けるというのでしょうか。驚くことに、あなたは海の底のような、一番海の深海にいてもそこに扉を作り、扉を具現化させて、その扉を開いて、海の底よりもずっと下へ行こうとしています。どのくらいの下まで深くあなたは行けるというのでしょうか。新しくスピリットガイドたちが現れ、私に聞いています。なぜ彼女はもっと奥深くへぐんぐんと進もうとしているのでしょうか。彼女の一部を彼女自身が失っているようにも感じます。彼女はその失った自分自身の側面を見つけようとしているように感じます。スピリットガイドは伝えます。彼女はもっと暗く深い部分へ入っていき何を見つけられると思いますか？そこに彼女が見つけるのは絶望であり、この旅で彼女が見つけるのは彼女の切実なる願いだけなのです。彼女が奥深く進めば進むほど、彼女が見つけるのは、もっと深く進んでいきたいという願望だけです。彼女が見つけるのは、さらなる深みへとどんどん進んでいきたいという切なる願いです。そこには何があるのでしょうか。どんどん奥深くへと進んでいき、あなたが本当に見つけたいという何があるのでしょうか。沈黙があります。そこにはあなたが見つけようとしている幸福はありません。それなのにあなたはさらに続けて深く進んでいこうとしています。それとも私たちはあなたがこのあなた自身の中に深く入っていく旅の中で、あなたが何を後で見つけるかに驚くのでしょうか。沈黙があります。私がこの深さがどれだけ深いものであるのかを測ることさえもうできません。でも、あなたに伝えます。あなたに伝えたいです。このどんどんと深みに入っていくあなたのこの旅の中でも笑顔を忘れてはいけません。なぜならあなたはあまりにも真剣になりすぎてしまうと、その真剣なるエネルギーにあなたは圧倒され圧迫され、同じようなその圧倒されたエネルギーをどんどんクリエイトしてしまうことになるからです。それは例えで言うと、喜びや幸福感に包まれている人たちのそばに行くと、それはまるで伝染するように周りにも伝わっていき、なぜか周りにいる人たちも笑顔になってしまうということがありますよね。それと同じことです。今日は笑いたくもなかったのに、その幸せそうに笑っている人の
そばでどうしても笑顔になることを避けられないというようなことです。その逆に、イライラしている人のそばにいると、なぜか私たちもイライラしてしまいますよね。ですから、あなたがどんどんと深い場所へ入っていくとき、深く深く進んでいくときも、どうか笑顔で進んでいってください。その笑顔のエネルギーは、伝染するようにまた笑顔を具現化していきます。そしてその笑顔は、あなたの行く場所からあなたへとまた戻っていきます。もしあなたが笑顔を見つけたいと思うのであれば、あなた自身がまず笑顔を作らなければいけません。あなたが笑顔を受け取りたいと思えば、あなたが自分で笑顔を与えなければいけないのです。あなたが笑顔を向ければ、あなたに笑顔がまた向けられるでしょう。このあなたの何かを見つけようとする冒険、旅の中で、どうか笑顔を保ち続けることを忘れないでください。あなたのペインティングにはたくさんの幸福なスマイルがあります。彼らはみんな笑っています。そしてあなたにも笑うように笑顔でいるように伝えています。深い海の底にいても、笑顔を忘れないでくださいと伝えています。沈黙があります。あなたは私の視界からももう消えてしまいました。あまりにも深く入っていってしまったあなたに私はもうついていけそうもありません。あなたはとても深いところへ降りていき、私はあなたに追いつくことが不可能なようです。いいえ、実際私はいつでもあなたへアクセスすることができますが、今そこに私が行ってはいけないとスピリットに伝えられたのです。実際私自身が水の中のバブルとなり、その水の泡はどんどん水面へと今上がっていってるような感じがします。私はどんどん軽やかになり、ぐんぐんと上に登っていき、水面へ向かっています。そして今はもう光が見え、明るい世界になってきています。とっても楽しい気分がしてきました。リフレッシュされた気分です。水のスプラッシュをかけて とても幸福感を感じています。そしてまだ水の泡となってどんどん上昇しているような感覚です。とても気分がいいです。これは最高な感覚です。水の泡となることがどれだけ素晴らしいことか、バカにしてはいけません。楽しむということを軽く見てはいけません。旅の途中を、人生の途中の経験を楽しむということを軽視してはいけません。私は今あなたにとてもポジティブなエネルギーのバイブレーションを送り続けています。とてもポジティブで明るい楽しいひととき、一瞬のその時間をあなたにも送っています。それは子供に戻って水の中で水しびきを掛け合って遊ぶようなエネルギーです。待ちに待っていた夏がついにやってきて、私たちはようやく水の中で遊ぶことができ、とっても幸福に感じているようなエネルギーです。それは私の顔に大きな笑顔を与え、そして眩しい太陽の光を私の顔に照らしてくれ、私は久しぶりに幸福な子供のように笑いながら水しぶきを飛ばしています。夏がやっとまた訪れ、そしてやっとまた泳ぐことができるようになりました。それはとても幸せなことです。あなたは私に今追いつこうとしています。そしてあなたはやっと気がついたようです。この世界にはたくさんの太陽の光があり、暖かさがあり、人々のつながりという優しさがあります。あなたの人生をトランスフォーメーションさせることに、やっとあなたは合意してくれたみたいです。この世界では人々は人生にやってきてはまた、この世界では人々は私たちの人生にやってきてはまた去っていくでしょう。新しい顔が、そしてまたたくさん現れ続けるでしょう。電車はあなたをいろいろな場所へと運んでくれるでしょう。そして時にはその電車にたった一人で乗っていても良いのです。突然あなたは大きな喜びの波を私に見せてくれています。とってもポジティブなエネルギーを感じます。すべてが新しくなっていっている、言っているようです。自由な感覚を覚えます。遊び心を持って良いのだということを、笑っても良いのだということをあなたは感じ始めているようです。人生を堂々と楽しみ、人々とのつながりを楽しみ、この世界は
あなた一人ぼっちではないということにあなたは気がつき始めたようです。そしてこの世界での人生を楽しみ、人々との混じり合いを楽しみ、人々と笑顔を交換し合い、シェアすることの喜びを感じ始めたようです。そしてあなたは笑顔を与え、笑顔を受け取るということだけではなく、もっと多くを望んでいるのを感じることができます。あなたはヒーリングのギフトを世界に与えたいと感じています。マザーアースを癒したいと願っているようです。そしてそれは単に人々を描える単に人々に笑顔を与えるだけではなくなります。それは人々のエネルギーを変革させ、そして人々が自分自身に対してどう感じているかということをトランスフォームさせ、人々の人生を変革させてくれます。そしてそれは人々に素晴らしい友人を与えることになります。すべてはポジティブであり、あなたは今正しい場所にいるのです。沈黙があります。この階層の女神様は今ハローと手を振っています。そしてこの水の中も一緒に、水中の水も一緒に揺れ、女神様と一緒に、女神様にこのように手を振らせているようです。水と一緒に女神様は水と一緒に揺れ動いて笑顔を向けています。手を振っています。この女神様は海藻のようであり、そしてとっても美しいです。彼女はとてもナチュラルです。自然に水の流れに身を任せています。潮の流れに身を任せ、潮がどこに彼女を連れて行こうが、彼女はそれを信頼しています。どこに流れていようとも、それに抵抗しようとはしていません。そしてあなたもそうあるべきなのです。海藻のようにしなやかに身を任せて、潮があなたをどこに連れて行こうとも抵抗するべきではありません。そして笑顔を忘れないでください。喜んでください。幸せでいてください。そしてそのままずっと成長を続けてください。この経験によるあなたの成長をぜひ楽しんでください。あなたが笑顔を作ると、あなたはとっても美しいディバインの美しさを放ちます。神々しい美しさを放ち出します。あなたの神聖なるハートのエネルギーが輝き出すのです。そしてたくさんの人々があなたの人生に現れ出します。それはこの絵の女神様の周りにいる魚たちのようです。この絵は空っぽの海から始まりました。そして小さな魚たちが泳いできました。そしてこの女神様は実はあなたなのです。海藻の女神様はあなたなのです。でもそれが全てではありません。女神様は決して笑顔をなくすことはありません。そしてこの女神様は決して潮の流れに逆らうことはありません。あなたの人生にはたくさんのフレンドリーなスマイルがやってくるでしょう。たくさんの笑顔とともに、たくさんの幸福があなたの人生に訪れるでしょう。ミステリアスな発展があり、その成長の過程もとてもポジティブで楽しいものであるでしょう。それはようやく夏が来て、子供が水しぶきを上げて遊ぶような感覚です。お天気は最高なお天気です。そしてたくさんのハッピーフェイスたちが、幸福なる笑顔が現れます。これが今回のとっても重要な今回のとってもメッセージのとても重要な部分です。沈黙があります。笑顔がもっとたくさんの笑顔をあなたの人生に導きます。スピリットたちはそれを何度も伝えてくれています。ポジティブなエネルギーはとっても魅力的なものです。そしてそのエネルギーがこの女神様を生み出すのです。ポジティブな愛のエネルギーがこの女神様を引き立たせます。引き出します。あなたがあなたの笑顔を輝かせ、あなたの愛を輝かせ、あなたのポジティブなエネルギーを輝かせると、とってもあなたは魅力的に映ります。あなたはこの世界から見てとても魅力的な存在となります。人々はあなたから女神様のようなエネルギーを感じるでしょう。人々はあなたからディバインフェミニンのエネルギーをあなたから感じて、あなたに魅了されるでしょう。あなたの喜びと愛をシェアしていくことによりあなたに人生にはたくさんの笑顔、魚の群れたちがやってくるでしょう。そして幸福感を感じるでしょう。沈黙があります。
今、私は今、初めに見た時よりも全く違う人物を見ているようです。私は今、決心を固くした女の子を見ています。その女の子は、多分15歳か16歳ぐらいの女の子のように見えます。彼女はその世界にたった一人でいるようです。彼女は自分の問題を解決しようと、自分一人で何かをしようとしているようです。そこにいるだけでは足りずに、何かを見つけようとしているみたいです。そして最後は、この女の子は水のバブルのように水面に登っていき、太陽の光を受け取ろうとしています。そして彼女自身に宿る輝きを表現しようとしています。彼女の愛を表現しようとしています。笑顔を表現しようとしています。そして豊かなる彼女のエネルギーをこの世界にシェアして、たくさんの笑顔をその世界に生み出そうとしています。世界中に笑顔を作ろうとしているのです。彼女はそれを行っているのです。行っています。今感じるエネルギーはとっても温かく感じられます。とても温かいエネルギーを感じます。とても幸福な感じがします。これが人生であるべきだと思いませんか？あなたがそれを決心したから、その幸福な人生が現れ出したのです。あなたはその人生を想像しようと努力している姿が見えます。沈黙があります。これが私がこのビデオのチャネリングメッセージであなたにシェアできることです。これはとても素晴らしい時間でした。ありがとうございます。ふみさん、この経験を本当にありがとうございます。あなたにこのペインティングをお届けできること、そしていつも笑顔でいることの大切さ、素晴らしさをお伝えすることができて、私はとても嬉しく感じています。そしてこの女神様のように流れに身を任せ、笑顔でハローと手を振りながら挨拶することの大切さをシェアさせていただきました。そしてこれがあなたです。女神様はあなたです。素敵な一日をあなたが今日も過ごすことができますように。そして私は心からあなたの人生が素晴らしいものであるように心から願っています。こうしてこの素晴らしい経験をする機会を私にシェアしてくださり、心から感謝しています。ありがとうございます。これがふみさんの素晴らしいアンダーウォーターの女神様のアビーのカスタムペインティングのジャネリングの翻訳でした。私もふみさんの素晴らしいこれからの冒険、人生、トランスフォーメーションを心からお祈りさせていただきます。ありがとうございました。それではまた。ナマステー。